椅子の梱包終わりました。ありがとう。俺も行った方がいいっすよね。いえ、いいわ。でも椅子もあるし。現場でスタッフ呼ぶわ。大丈夫。3日も拘束してごめんなさい。でも助かったわ。ありがとう。また連絡します。も口にしなかったのに、真山が私の気持ちに気がついていたように、あの人もすでに気づいていて、答えられずにいるのだとしたら、彼の恋もまた叶うことなどないのかもしれない。そんなことを思ったらまた涙が止まらなくなった。早く水分取らなきゃ。そんなに体から水出したら干からびちまうぞ。